はいどうも、ごとさんです。第2弾がやってきて驚きのね、まさかの酒場にロビンがいないという驚きの第1弾はなぜ超すごいやつが酒場にいなかったかも不思議なんですけど、はい、まあ第2弾でちょっと22連と44連のね、まあ、酒場確定と新キャラ確定の方をちょっと狙っていこうというので、ちょっと第2弾回していこうと思ってるんですけど、ちょっと第1弾もね66まで回そうか悩んだんですけど、通常時は 1%、 まあ変わんなかったですね。でいないと、44、45か 50% ぐらいですね。星5も合わせると多分 50% ぐらいがまあ酒場確定でも出てくると、酒場確定で新キャラが出てくるということなので、ちょっとロビンをねなんとか引きたい。一番欲しいの実はロビンだったんですけど、第2弾でいないということで、まあ、44まで回すかなという状況なんですけど、さあ止まれ、もう道中で出て、もう止まった、おおマジで、いや最高だこれ、ありがとうございます。道中でロビンが出てくれれば20、うん、また止まった、マジでありがとうございます。うわ、ビオラだけになっちゃったな。ここで出たり、そんな10連コンポなんてあんまりことはないんですけど、うわ、どうしよう。こうなってくると、22、44、うわ、どうしようかな。いや、石50個かかるし、どうせトレマでまたね、トレマ、まあ、スゴフェスいろいろ来ると思うので、いや、2体連続で新キャラ来ましたね。いや、もう、ちょっと1点狙いはやめましょう。ね。あの、ガチャそんなに回さないって言ったばっかりなので、いやー、運いいですね。あれ、ビオラそんなに強、まあ、全員強いんですけど、ビオラはそこまで、なんだったっけな。確か3回、あ、そっか。心と技の影響だ。影響3回成功で次のターン。はいはいはい。そうですね。攻撃ダウン状態7ターン回復ですね。まあ、欲しいけど、まあ、これ1点狙いするのはちょっとね、厳しいかな。いや、もうね、10連で2体出たってだけでも、本当に大当たりなので、そうですね、レベッカは、うん、全体バリアはちょっとね、本当に外したいやつなので。いやー、でもロビン今回いないでどうしようかと思いましたけど、来ましたね、道中で。いやー、ありがとうございます。まあ、今回は、こんぐらいでちょっと終わらしていこうと思います。で、もうね、あの、早速、このハンコックもね、もう虹にしてしまっているので、もうボックス常にパンパンなんですけど、まあ、技本か。技本ももう、はい、ハンコックをね、マックスにするのにかなり集めたので、これで2人とも、まあ、ちょっと、レベッカきついかな、11冊しかなかったですね。ロビンは行ってくれるかな、ちょうど行くぐらいかな。いやー、あとはビオラはちょっと、うん、待ちましょう。ありがとうございます。いいですね。いやー、このギミック解除系はね、ずっと使えるので、まあ、今回、いやー、ほんと第2弾回そうか悩んだんですけど、やっぱりね、ちょっと3人もいて1人も持ってないっていうのはなかなかきついなと思ったので、さあこれでどうでしょう、2位上がってくれればマックスかな。さあお願いします。さあよし、もう1個、はい、ありがとうございます。無事ロビン姉さんは、はい、マックスになりましたね。じゃあ、この勢いで、レベッカも11冊か。11冊だとな、4上がって、レベル5ぐらいか。4上がれば、いいかな。7、6は上がんないよな。ここで、4か5上がってくれれば、なかなか。よし、1、2、3、よし。もう一個いけ。うわー、ほぼ、確率通りって感じですね。うわ、ここで最後上がって5になってくれれば。うわ、じゃあもうちょっと周回していきますか。もうね、ルフィと
サボもね、マックスになってるんで、いや、レベッカのために集めてこようと思います。いや、でも本当に10連で2体も引けて、まあ、ロビン姉さんも引けたんでね、よかったです。ご視聴ありがとうございました。